から、ずっと海南島を行きまして、地元を通りまして、バス停まで、それから、起き上がって、体を起こして、で、お尻です。お尻です。はい。ちょっとお尻前です。こんな感じです。ここ伸ばしてください。行ってくださいね、背景。ただ、サンボを取るのはちょっとこちらの、ね、ここになりますよということで、ご案内いたします。よろしくお願いします。いきます。ありがとうございます。そこの道のまっすぐ向こうから熊野古道が出てきて、でそれからずっとこれ上がってきて、これ中央の方に上がってきて、だから熊野信仰というのは何かと言いますと、やはり極楽浄土で行きたいという本心がそういう祈りの形から出てきて、これ埋め取れたらね、全体一番取りません。感激やった。まあ、いたら住みがあったとかね、そんないろんなものが住んでた。10年に書かれてるってことは、大体1000年前。今夜ね、何かが思うってことも、全部この熊野古道で焼かれてしまうし、そこの、いや、全部山を捨てしまったんですよ。一体を姿をどこか見ていったのか。